はい、今日は神戸市西区神戸高塚高校をキャッチします。神戸高塚高校は地下鉄の静清中央駅が最寄り駅の学校です。ボランティアやスポーツ科学、地域貢献などにも力を入れているということなんですよさあ今日はですね、まずはこんな場所からお邪魔していきましょう。ちょっと小さな部屋なんですけど、皆さん何か紙に向かってカリカリ書いてます。どんな部屋かちょっと想像してみてください。 何をしてるのかな、ちょっと見てみましょう。2019年度体育大会アンケートって書いてます。体育大会どうでしたか？どの種目が良かった？生徒会種目はどうでしたか？あ、終わった。皆さん何の部屋か分かりましたか？はい、こちら生徒会室、皆さんは生徒会のメンバーということなんですよ。さあではちょっと生徒会長、はい、はい、ということで生徒会長の黒田健太郎くん、通称黒健として親しまれているんです。黒健、はい、ねえ、黒健いいですね、そんな相性みんな親しみやすくて。そうですね、ありがとうございます、はい、さあ皆さん今あの体育大会のアンケート結果分析してたということなんですが、こんな意見ありました。熱中症対策をもう少しした方がいいと思います。これ生徒会としてはどうやって答えていきましょうか？そうですね、今年こういうアンケートを取って、うん、あのこういう意見が出たんで、まあ、来年からは、うん、事前に放送部とか、うん、他の部活動と協力して、来年からはこうあの水分補給とかそういうのを、はい、呼びかけていけたらと思っています。そうですね、はい、水分補給のアナウンスをもっとしていくとかね、はい、なるほど、ありがとうございます。生徒会として皆さん真摯に答えていっているということですね。そしてこちらでもパソコンに向かって活動してますけども、ちょっと、うん、お見せていただくと、これ黒剣じゃないですか？黒剣思ってたよね、映ってますね。いやいやいや、映ってますねってなんかしらじらしいけど、はいはい、出たんでしょ？これはどういう映像ですか？これは生徒会長メインキャストに神戸高塚高校の学校紹介ビデオを作りました。副会長の美馬さんに教えていただきましたが、学校紹介ビデオ、何かいろいろ作るの大変なこともあったんじゃないですか？はい、たくさんありました、学校の魅力がよく伝わるように、実際の学校行事の映像を使うようにしたり、学校の先生にも撮影協力をしたいって、さまざまな工夫をするようにしました。いやもうね、いろいろ協力、いろんなところにお願いしたい、実際のテレビ局みたいじゃないですかありがとうございます。さあこの後はですね、強豪として知られる神戸高塚高校レスリング部をご紹介していきます。お楽しみに。はい、神戸高塚高校レスリング部を紹介するということで着替えましたよ。いやいや行きましょうか。もうこちらで練習行われてます。いやすごい激しい首技が行われております。こちらのレスリング部は近畿大会、全国大会常連の強豪校として知られています。8月の全国インターハイにも男子2名、女子1名が出場しました。素晴らしい。さあでは詳しいお話聞いていきましょう。レスリング部の監督でなんと国体チャンピオンにも輝きました長和監督、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さすが、素晴らしい舞台で国体チャンピオンだけあって、ありがとうございます。はい、さあ神戸高塚高校レスリング部なんですが、はい、どんな部活でしょうか？そうですね、部員数は男子選手が3名、女子選手が2名、マネージャー3名で、やっています。あと中学生も8名ほどやっております。はい、で、高校生はここから始める選手が多いんですけれども、ここで頑張って、まあ、県チャンピオンや、近畿大会でも銀メダル、全国大会にも出場しています。いやすごいですね、始めたばかりで成績を残しているというのは、はいはい、であのこちらの練習にはあの近くの中学生が長和監督に教えてもらいたいということで通っている子もいるということなんですよ、はいはい、人数が多くなっています。そうですね、はい、さあ今日はですね、4時キャッチレスリング部、実は紹介するの初めてなんです、はい、なのでまずは基本的なルールから教えていただきましょう、はい、男子2人こちらにお願いします。タックルに入った人がね、さあインターハイにも出場しました須藤君と中道君です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。背の高い中道君は60キロ級、そして須藤君は51キロ級ということです。で2人にはこれからデモをしていただきます。監督では基本的なルールを教えていただけますか？はい、じゃあ、
レスリングには大きく分けましてフリースタイルとグレコローマンスタイルっていうのがあります、はい、で今デモンストレーションします。フリースタイルなんですけども、全身どこを攻めてもいいと、上半身下半身足を掴んでこのように倒します、はい、で足を使って、ポイントを取りに行く。ああぐるぐる 回りますね、はいはい、全身を使って、戦うことができるのがフリースタイルです。なるほど、はい、で一方、はい、もう一つのルール、はい、グレコローマンスタイル、中見選手が得意にしているグレコローマンスタイルは、はい、下半身への攻撃をしてはいけないと。上半身のそうですね、足を掴んだり足をかけたりいうことはできませんので、はい、まあ、このような豪快な今反、はい、り投げと言います。はい、反り投げですね。はい、反り投げ、であと、はい、寝技からですね、はい、豪快に持ち上げて投げる、今からやる俵返しと言います、はいはい、こういった、はい、寝技からの、はい、投げ技、はい、豪快なスタイルですね。ありがとうございました、はい、これどちらも決まった制限時間内に点数を稼いでいって勝敗が決まるということですね。そうですね、まあ、はい、さあ豪快な投げ技を見せてくれました中道くん、そして素早いタックルを見せてくれた須藤くんでした。レスリングの醍醐味をじゃあまず中道くんから教えてください。はい、僕のスタイルでは、先ほど見せた投げ技や、返し技をした時に観客からの歓声がすごく盛り上がることがグレコローマンスタイルの醍醐味です。いや観客湧くでしょう ね、 では須藤君どうですか。勝つたびにタックルや得意な流れに持っていくのも一つなんですが、6分間という短い時間の中でどれだけ自分を表現できるかというのが醍醐味だと思っています。レスリングの技を自分を表現というふうに称えるというのもなんかいいですね、かっこいいですね。ありがとうございました。さあ続いてはですね、女子選手にも聞いていきましょうか。インターハイでベスト8に輝きました1年生の西口さんと、そしてお隣はバレー部からレスリング部に転校してきたという上川さんです。よろしくお願いします。はい、まず上川さんはどうしてバレーからレスリングに変わってきたんですか。はい、私はもともと格闘技に興味があって、部活終わりにあそこにある窓から、あそこの窓ですね、覗いていて興味を持ったので入ろうと思いました。2階から降りてくるときに見てたわけですね。なるほど。そしてお隣西口さんは柔道部出身なんですが、もう1年生でインターハイ出場ベスト8を果たしたということで、素晴らしい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。優勝候補、自分でもこんないい成績を残せると思っていなかったので、とても嬉しいです、ね、これからもどんどん成績残してくださいね。さあ長川監督、女子も頼もしいですが、はい、2人には何を見せてもらいましょうか。はい、では西口には、飛行機投げという技をやってもらいたいと思います。飛行機投げ、名前聞いただけでも、はい、お願いします。以上かな。あ、足からこうぐるっと回していくという、はい、そうですね、スピーディーに相手の懐に入って投げるという技です。これが飛行機投げですね、はい、ちょっと柔道っぽい感じ。そうです。そして、はい、上川の方はガブリ返しという、はい、ガブリ返し、はい、相手の攻撃を、しのいでガブッタン返す、はい、ぐるぐるぐるっと頭回して、はい、自分は優位な体勢に持っていくという技です。複雑な動きでしたね。 ありがとうございます。とっても迫力がありました。さあ私もですね、レスリング経験はないんですけど、ちょっと負けん気だけはちょっと強いんですよ。いやいやいや、ちょっと無理せちょっと挑戦してみたいと思います。今日タワラな、さあお願いします。ということでお相手いいですか。はい、じゃあもういいですか、いきなり行っちゃっていきますよ。えはっ、ちょっと待って待って、ちょっと待って、どうするの、どうするの、どうしよう、どうしよう、ちょっと、ちょっと、いける、タワラ返し、降りれない、ほんで返して返して、あ優しいね、やっぱりね、やっぱりね、うん、ありがとうございました。いやもういきなり掴まれちゃいましたけども、うん、何で向かっていった、こうやって掴まれるだけでもうどうしたらいいか分かんなくて怖かったですけども、まあ皆さんいろいろな技をこうやってやりつけていくわけですね。ありがとうございました。ということでですね、今日は神戸高塚高校レスリング部をご紹介してきました。皆さんこれからも頑張ってください。ではみんなでポーズいきましょう、はい、せーの、4時よし、イエーイ、すごい、 KT 神戸高塚ですね。